火曜いいネック会。こちらはハイクラブいいネック会です。各週火曜日に配信します。コメント欄に一句と俳句を書き、他の方の句にいいねをつけてご選します。ご選のいいねの締め切りは配信日の次の週の木曜日の正午。詳細は後書きをご覧ください。前回の5選のいいねが10以上の句をご紹介します。俳号のあいうえお順、今回はあ行から。秋祭、村ごとに伊田天皇里運動会、図書館に秋竹縄やキッチンカー。朝次郎、砂山の崩れかけたる宗書かな。阿弥、秋雲を追いかけるよう追いかけて。安穏、賛美歌のライン聞きおる青カマキリ。数、天高し、どこまで続く黄泉の道。ご友人克美、直線のビル立ち並ぶ星月夜。一本の鉛筆削る夜長かな。佐藤正春、二階屋をまんま飲み込みクズの花。CC 刺激、つづら折り抜けて花野のパーキング。我もこうテーマパークの城の下。まん丸のコキア一株秋うらら。シナモンティー、天高し木の花漂う新潮社。末石風人、涼しさをやっと引き連れ万寿しゃげ。父ろ泣く、いまだ帰らぬ一番木。旋風、月影があまねく注ぐすすきかな。高子、ハゼ釣りや亡き父の影釣り人に。田辺笹の葉、雨どいの残りし葉にも甘露かな。テルジー、シャカシャカと歩く草履の初秋かな。天涯、四季の木や杖をバットに振ってみる。雪し人、指折り数え星月よ。都市坊、柔らかな唇動く卵酒。トラブって来ての頬杖父ろのよ。ハマチン、食卓に酒と歳時期草の花。露草やついの住みかの朝が好き。パプリカ豆、宿坊のホットコーヒー秋の色。ふうさん、あこ寝かせ夜学の簿記へ急ぎ出る。風金、百ほどの名を持て余す万寿しゃげ。吹きのとう、高齢者にも大きい夢ある9月かな。
フノン編集後、学者寄りのフェンスに並ぶ鳳仙花、ヘバラギ、ゆっくりと田んぼアートの車窓かな、ほかけ舟、水槽の一匹の恋秋スメリ、星、しなやかな女の手先松手入れ、新米の艶と香りの握り飯、マリリン、一碗を人よ一式月高校、星月よ大草原を行きし者、美佐子、手話の子の笑顔爽やかターミナル、望郷や余儀者の窓に銀河の尾、南風、げんこつや祖母のおはぎの秋彼岸、もっちゃん、軽トラの弾むエンジン今年舞、さんま役神戸の町のシェアハウス、もも、ばあちゃんが長生きわびる敬老日、ヤマンバ、工場の守衛に懐くタヌキかな、悠々、とももしもイナゴ捕らえる布袋、ランギョ、つゆ草や日記のような妻のメモ、リコ、見上げてる月の向こうに母の笑み、ローズユキコ、名月や愛して眺むホームの夜、月光、富士五合目湧き立つ霧の神々し、今回も元気に参りましょう。コメント欄に自由に一句お願いします。向き、自由律、川柳、短歌、何でもか、一つのコメント欄に一句ずつ、五等句の上限は10句、俳句の後に俳号を書いてください。句や俳号に振り仮名もお願いします。5000句会ですので、他の参加者の句にいいねをお願いします。いいねの数の締め切りは配信日の次の週の木曜日の正午です。いいねの数が10以上でご入選となります。選句の時にはコメント欄を新しい順にすると、ほぼ全部の句が表示されます。人気順にしますと全部の句が表示されない時がありますので、ご注意ください。視聴者の皆様もいいねで応援してくださると嬉しいです。即銀の練習に遊び心でお気軽にご参加ください。新規参加者大歓迎です。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。